彼女たちが決めた決断なのでね。みゆちゃんなんて一番最初のモカザエル時って言ってたからね。カレンなんてもう群を抜いてたよね。パートナーがサーちゃんだったんだよ俺。楽しみます、ラストなんで。ハピネス T シャツ着て見に来られた方は俺だけハピネスラブ。はい、川崎俊夫です。今日はですね、はい、ハピネス特集だからこれなんですか。そうこれから行くのよ。ハピネスの解散ライブですね、今回。そう、そっか。まあだからハピネスのメンバーはね、本当にもうあのキッズの頃からずっと見ていて、思い出がね多々あるのでね、寂しくもありますが、うん、でも彼女たちが決めた決断なのでね。そのメンバーとの思い出とか、 EXILE が現役時代の時にさ、サポートメンバーで入ってくれてたりとか、同じステージをさこう立ってる仲間たちとしては、はい、うん、なんかやっぱね思い出深いんだよね。初めて聞いた時松さんどう思われました？それさ、はい、一番初め聞いたのさ、はい、まあ、CL でね、最近どうよ、あ、はいはいはい、っていう差し飲みをさする企画のさ、はい、あの番組があるんだけど、そこでカレンが来てくれたんだよね、はい、まあ、カメラが回ってないところで、いや実はマスさんちょっとお話がっていう、え、なんだろうって、結婚って言ったら、いや全然違いますよ実はっていうことでそこで初めて聞いたんだけど、なんかねキュッてなった、うん、なんかね心臓をギュッてされる感じ。なるほど。なんか解散ってなんかね、なんだろうね、まあそれぞれの年齢とかもあるだろうし、今後自分たちが一人一人がどうやっていくのかっていう、まあ、目標もねあるだろうし、だからそういった部分ではなんとなく感じてはいたけどね、やっぱいざそれを言葉として聞くとさ、うん、ちょっと切なさがあるよね。みゆちゃんなんて一番最初のモカザエルって言ってたからね。しかもキッズの中でフューチャーされてたからね。うん、当時。あ、そうなの。そうそう、みゆちゃんと当時のあれだ、ハヤト、小森ハヤト、この辺が一発目のモカザエルの時に出てた。スーパーキッズダンサーみたいな、それで岡村さんが圧倒されるみたいな、あ、すげえキッズだなみたいな感じだったかな。さあちゃんはエグザイルのなんかのライブの時に、まあ、メンバーとキッズダンサーで踊るって時に、はい、パートナーがさあちゃんだったんだよ俺。キッズダンサーの時に登場してるそのさあちゃんなんだけどね。さあちゃんとかめちゃめちゃ上手かったからね。へえ。出てきた当時そんなダンススキルやべえと思って。楓ちゃんは楓ちゃんで、てっちゃんが紹介したのかな、見つけてスターがいるみたいな、もうひときわ目立ったんだもんね楓ちゃんはね。カレンなんてもう24のキッズバージョンみたいなのがあるんだけど、それでメインで踊ってんだけどさ、キッズの中ででもこうやっぱ群を抜いてたよね。まあ、もちろんダンスもうまいけど、その表現力がねもうエリートだった。みんなもう子供の頃からスター揃いの子たちが集まってのグループなんでしょ。そうそうそう、まあ、カレンの場合だとさ、お姉ちゃんのシュウカちゃんもさ、うんうん、当時さキッズでいてさ、この姉妹やばいなと思ってて、なんじゃこの姉妹はと思って、はい、小学生なのに色気があるじゃん、もうすでに出来上がってるじゃんっていう。だからすごいね印象深いんだよね、メンバーがみんな。ルイちゃんでしたっけ、あのアツシさんが、あ、そうそうそう、ね、この子がいいっていう感じで言ってたって言ったね。みんなもう本当一流がこう集まって、うん、今日ラストライブを迎える、ね、カレン以外のメンバーは SG5 っていうグループでもやっていくっていう
答えになってる、なってるんだけどね、もちろん、うん、なってるんだけど、当時のね、その e-girls メンバーっていうさ、うんうん、枠で言うとね、いやちょっと寂しいな。年表にこうまとめましたけども、なんか記憶にある印象深いものとかあったりします？そうね、だからハピネスもさ、メンバーが脱退したりとかもあるし、この2016年、セクシー・ヤング・ビューティフル、まあ、この辺すごいノリノリだったよね。ホリデーとかね。そうですね、この辺すごい2015年か、この辺ノリノリだったなっていう感じ。イーガールズごと食っちゃうんじゃねえのみたいな。あ、勢いは。そうもちろんイーガールズもあるんだけど、うん、なんかその本体ほど食っちゃうんじゃないのっていうぐらいの勢いはあったよね。ガールズグループだけどヒップホップテイストのあの感じすごい良かったよね。かっこいい感じのね。そう一回ね、あの YouTube にも来られて。そうなのよ、 YouTube にもね、こちらですどうぞ。あの時もなんか久々に会ったんだけど、でもなんかやっぱりこうね、話すとなんか昔をねやっぱ思い出すというかさ、うん、なんかその生々しい女性ならではの暴露があるよね。ありましたよ、うん、解散ってどういう思いというか、年齢とともに自分の進むべき道というかさ、うん、やりたいこと、方向性、目標、夢っていうものがさ、ちょっとずつさ考え方変わってくるわけじゃん、うん、でまあ怒涛の日々でさの時にだったらさ、もうなんかもう突き進むしかないみたいなさ、うん、もう毎日毎日とにかくやり続けるしかないと思うかもしれないけど、やっぱちょっと間が空いちゃったりとかさ、うん、するとちょっとやっぱ各々ね考え方が変わって、今こういう気分かもみたいな、そうなっていくんじゃないかなっていう。まあ、うん、うちらの場合はさ、もう俺40でやめようと思ってたから、そこは決めてた、40でやめようと思って。カレンちゃんはそういうファッションでしたっけ？ファッションとかモデルさんとか、やっぱクリエイティブな方に進みたいのかなっていう感じは見えるよね、うん、うん。あと女優さんとしてももっと頑張りたいって言ってたのが意外だったなと思って、あ、そっちもあるんだと思って、と思って。でも俺 e-girls からあやちゃんとかドリームチームが抜けるときに泣いたもんね。泣いた。 MC とかやっぱ弱いよね、うん。まあ、時代の流れというかね、もう、はあっという間だよね。だって俺もだってグループ卒業してから8年経つんだよ。あー、そっか。やばくない？ヒロさん辞めてだから11年だよ、10年か。そっか、ヒロさん辞めて。早いっすね。やっぱね、一番変わるのってさ、やっぱ集団で動いてたところからさ、ほんと一人になるっていうさ、ずーっとそういうさグループの中にいたところからポンってさ、ね、出るわけだからさ、どうしたらいいのってちょっと最初なりそうですよ。いや、どうしたらいいのってそうだよ。なったよ。マスターになりました。なったなった。楽屋寂しいなとか、静かだなとか、まあだいぶ慣れたけど、もう 今はそろそろ多分今開業してるぐらいですね。そうね、うん。どうよ、かわいいっしょ。いないんじゃないですか。かわいいっしょ。メンバーでこの T シャツ着て見てる人。楽しんできてください。楽しみます。ラストなんで。手振ります、こうやって。さあちゃーんとか。待ちました。いや、よかったね。なんかもったいねえなーと思っちゃうぐらいよかったな。グッとくるね、トークとかね。やっぱり12年半の活動の中で、はい、そのね、昔の曲が流れるたびにさ、なるほど、なんか思い出すのよ、はい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 、あん時あん時わかるよっていう。これねって。いや、いいライブだったし、うん、やっぱみんな最後っていうのもあって、まあ LDH の所属のアーティストも見に来ている人が多かったね。あ、
やっぱり。うん、多かった多かった、すげえ。ハピネス T シャツ着て見に来られた方は俺だけ。でも最後あの挨拶した時にさ、はい、あのメンバーに刺させてちゃんと来てくれてるみたいな。いやそうっすよね、マッサン来てくれてるみたいな、刺さってたよ。そうっすよね、うん、でもこれからまあ彼女たちがまたね、うん、新たな道を行くということで、うん、うん、本当にあの応援したいなとも思ったし、はい、うん、もっともっと頑張ってほしいよね、うんうん、そうですね、もっともっといけると思うし、まあ、またこう YouTube にも出る機会があるかもしれないですし、そうだね、はい、うん、また何かの形でね、そうですね、うん、出てくれればいいし、余韻に浸りながらですけど、うん、終わりましょうか、思いをね、はい、ここに詰めて、はい、今日は本当にありがとうわけです。以上川崎敏夫でした。見て見て見て、ハピネスラブ。以上。カトちゃん。お疲れ様です。住んでるさマンションが一緒だったじゃん。そうなんですよね。一人でバー行って飲み始めたりとかしてて。変だよねそういうとこ。変なんですよ。後輩とかもあんま得意じゃないんですよ。どうしたらいいですかね。どうしようかね、カトちゃんね。いまだにお母さんからはさ、ちゃんとご飯食べれてる？ちゃんとお金貯金してる？心配してる親がいて、うん、それなんて答える？大丈夫。松本敏夫、改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。